みんなのゴルフダイジェスト中村治です。パフォーマンスゴルフスタジオの堀口です。ノリ、はい、今回はマジェスティゴルフ、まあ、いわゆる元の丸マンなんですけど、はいはい、その丸マンの、シャトルゴールドの、ラインナップで、ね、一通り持ってきました。はい、どんなクラブかっていうと、まあ、重心角がすごく強い、大きいらしいです。しっかりターンして、まあ、ドローバイアスで捕まりがいい、捕まりがいいと、はい、で見てもらうと、まあ、カーボンクラブになってたりとか、まあ、シャフトも吹雪がついてたりとか、まあ、ちょっと楽しみ、楽しみですね、これはね。ね、でフェアウッドとユーティリティと、まあ、アイアンもちょっとぶっ飛び系の、ね、ものがついてるんで、はい、しっかりこれをちょっと検証してみましょう。はい、お願いします。お願いします。しっかりシャストルはなんか高級感が出ましたね。高級感出た。なんか前のシャトルのイメージとは全然違うな。シャトルっぽくない。もう弾くね。おお、直進性高い。すげえ、これいい球。弾くけどちょっと気持ちいいですねこれね。あ、そう。シャフトはどう？シャフト全然しっかりしなってきます。しなって、はい、しなり戻れてきて、戻りはしっかり感じますね。なんか40ぐらいで振ってもしっかり戻ってくる感じはありますね。ちょっとじゃあ、フェアウェイウッド、フェアウェイウッド、シャ、おお、シャキッとした音だ。シャキッととした。まあフェアウェイウッドも捕まりそうだね。勝手に捕まってくれると思います。あんましないですね、スライスも、ね、スライスしない。言うほどしない。じゃあちょっとユーティリティとアイアンを行ってみます。はい、ユーティリティ行ってみます。ユーティリティちょっと独特な形状ですね。形状っていう感じですかね。なんかアイアンなのかな、アイアンなのかなっていうね、少しグースが入ってるような感じに見えて、ね、まあ、優しいけどね。優しいですよ、打った感じは。で金属的なちょっと弾きがありながら、シャフトかな、まあ、先端がちょっとしっかりしてて、しっかりしてますね。はい、中間部がしなってくれてるような感じ、かな。フェアウェイ同様そんな感じがしますよね。アイアンどうですか。はい、アイアン、はい、仕上げがさ超綺麗、綺麗めちゃくちゃ綺麗になりましたよね。まあ本当ユーティリティの流れからそのまま来るようなシャローなフェースで、ね、低くて、おそらくすごく低重心だと思うんですよね。ですよね。マジック滑る、本当楽に、ね、滑ってきますね。まっすぐ、行く感じがする、ね、ドライバーのね、まあ、フェース実はフォージドのフェースになっていて、まあ、すごく薄いんですよね。はいはいはい、でカーボンクラウンが入ってて、まあ、どこがたわむっていうんじゃなくて、まあ、全体がたわむような感じで、多少オフセンターで打ったとしても、まあ、あのたわみがセンターだけじゃなくて、なるほどっていうところなので、初速落ちないですね。そう、まあ、だから多少そのインパクトが安定しなくても、まあ、最大限のたわみは得られるような設計になってるっていうんですよね。実際に打ってみてどう？そうですね、ちょっとスライス目に打ってもそんなにいかないので、本当にこう先ほど言ってた重心角のところがちゃんとあの結果として出てるなっていう感じは、まあ、本当、まあ、どのメーカーも、ね、重心角をすごくつけてくる流れになってますよね。こういう少しあのヘッドスピードが遅めのセッティングのやつっていうのは ね、まあ、確かにこうフェースを返す動きっていうのが、まあ、必要なくなってきてるのかな、ですね、逆に返す動きが強い人はちょっとこのタイミングが、ね、ずれて、ね、捕まりすぎたりとか、ちょっとさっきのホール捕まっちゃったからちょっと逃がそうとかやると今度右に行ったりとかね、そういうこうフェースをターンさせる度合いのをちょっと選ぶのかなと、ね、そういうことはあるかもしれませんね。そうですね。モデルもそうだけどかなり捕まり強くなってるっていうところですね。うん、と思います。まあ、その辺も含めて、実際にね、ゴルショップで試打していただいて、ちょっと見ていただきたいなと、自分に合うか見てほしいですね。いいですね。